14年前。お、シルクか。など そういうことか。シュルクがモナド発動させちゃって、まあ、大人たちをちょっとずったんばったんやってしまったと。ライン、あの黒いやつを追うのはいいけど、何か手がかりはないかな。まずはコロニー6へ行ってみねえか。コロニー6か。ここ以外に唯一残っているホムスのコロニーだね。あそこは奴らの拠点があるって噂の体験の警告とここコロニー9の間にある。体験の警告から奴らが来てるってのなら、コロニー6の人たちが何か見てるかもしれないぜ。そうか、コロニー6なら黒い顔つきに関しての手がかりが得られるかもしれない。マグメルドの遺跡を抜けてテフラ洞窟を登れば巨神の膝に出るはずだよね。ああ、膝に出ればコロニー6まではすぐだろう。そうだね、行こうか。コロニー6へ。はい、というわけでこんにちは、あたりです。ゼノブレードプレ実況続きです。エーテル9を出たはいいけども、エーテル9にはちゃんと帰れるんだね。変なはずになってしまった。コロニー6ってどこだ。ここから出たはいいけど、洞窟に行って洞窟を抜ける。あ、もう入り口か。洞窟からさて、あ、でも矢印あるな。はい、すいません、横通りますよ、すいませんね。はーい、はいはーい。普通にここ横切っていっていいのかな。あ、いるいる、でけえのいる。あーらら、アイテム取りたかったのにな。まあいいや、逃げるしかね。あ、こう戦闘中はアイテム取れないんだね。お、また狙われてるな。すいませんね。あ、ワープできんだ、そういえば。で、ここから、あ、なんかある、誰かいる。あ、なんか何してんだ。お、よ、同僚が死んだ格納庫の様子見に行ったんだが、戻ってこないんだ。穏やかじゃないですね。ああ、
襲撃の時変な機械が出てきたんだろ。心配なんだよな。様子を見てきてくれないか。それは心配だよな。けどまあ危なくなったら湖に飛び込めば大丈夫さ。それも勇気がいるな。ライン、防衛隊の趣味で見てきてくれるよな。はーい、わかりましたよ。すぐに終わらせますよ。お、なんだ、ラブが芽生えたのか。お、これ動かせるようになったのかな。エレベーターかな。この扉、前に来た時は閉まっていたけど今は開いてるみたいだね。鬼神兵の襲撃を感知して非常事態モードが作動したのかもな。巨神の膝に抜ける道はこの先だ。準備はいいか、シルク。なあ、行こう。行こう。お、ここ入っていっていいのかな。脱出ポット室。あ、ちょっと登れない。あ、よいしょ。なんだい。え、女性。はは、防衛隊の任務がどうしても終わらないんです。コロニー9の物資を集める大切な仕事なのに、集めなければならないものが全然揃えられなくって。建物の修理に使う室外岩盤を集めるのを手伝ってくれませんか。はい、まだ他にもお願いしたいことがあるので、よければ声をかけてくださいね。はは、まあそのうちやります。お、抜けた。エーテルランプ。対象が道しるべに設置したやつだな。こいつを頼りに行けば巨神の膝に抜けられるね。ああ、でも逆に言えば武装した対象でも道しるべが必要なくらい危険な場所だってことだ。気をつけろよ、シルク。はい、分かってる。道を外れたらモンスターが襲ってくるってことかい。行くぜ。迷い図だ。抜けましたね。あ、モンスターいるな。あれなんだ、なんか光が出てるぞ。テフラ大空洞、ロケーション発見。このまま降りていっていいんだろうか。あ、絆トークあるな。えい、絆トーク見ることができません。おうおうおお、仲悪いのか。鋼鉄の絹布。なんかいる、なんかいるぞ。こわ。まあ僕には関係ないです。いいです、行きましょう。こっちでいいのかな。あれ、こっちでいいのか。ん、あれ、あ、いいのか。これ抜ければいいのか。とりあえずこの洞窟抜ける。あーっと、なんでもないです、なんでもないです。ちょっと横切るだけ。あ、あれ、おや、あ、あ、誰か倒れてる。これはこのエンブレムはコロニー6からの対象だ。ここしばらく物資の搬入がないから変だとは思ってたんだが。ライン、この傷、鬼神兵によるもんじゃねえな。おそらくここに救っているモンスターにでもやられちまったんだろうぜ。悔しいだろうな、ということは、こんなところで。それも鬼神兵じゃなくてただのモンスターに。この人たち、家族や子供はいたのかな。どうだかな、いてもおかしくはないだろうが。つか、なんだとお前そんなことを。いや、なんでもないんだ。ねえライン、この人たち巨神に戻してやらない。ん、ああ、そうすっか。巨神から生まれたものは巨神へと帰る。俺たちホムスのしきたりだもんな。巨神送り。ファイナルファンタジー10の異界送りみたいな。俺疲れちまったよ。一休みしてこうか。対象を全滅させるくらいのモンスターがいるんだ。疲れた体じゃ危ない。僕起きてるから先休みなよ。悪いな、
じゃあ起きたら交代な。シュルク、交代しようぜ。もう起きたの？なんだか眠れなくてさ、体はすっげえ疲れてるってのにな。ライン大丈夫か？なあ、なんで鬼神兵って襲ってくるのかな。俺たちただの食い物なのか、それともなんか悪いことでもしたのか。大昔にあったっていう巨神と鬼神の戦争、それが原因か？さあ、ただ機械が生物をエネルギー源にするってのは考えにくいよね。もっと何か別の理由があるような気がする。フィオルンは奴らに殺された。うん、俺は奴らを絶対許せねえ。どんな理由があったとしてもだ。そうだな。あの、なんかエネルギーをの身に何が起こるのか吸い取ってる感じだったもんな。僕は助けられなかった。お前のせいじゃねえよ。いきなりそんなもん使って未来が見えたからってどうにかなるもんじゃねえ。お前はよくやったよ。奴らを撃退したんだからな。俺には無理だ。俺さ、あれからちょっと考えてみたんだ。なんでお前がモナドを使えたのかって聞いたよ、ディクソンさんから。お前14年前のモナド探索隊の生き残りなんだってな。猛吹雪か何かが原因で親父さんもおふくろさんもその時死んじまって、救助に向かったディクソンさんに助けられたって。もっとも小さかったからその時のことは覚えてはいないけどね。だからなのか、ディクソンさん手伝ってモナドのことずっと研究してたの。どうだろう、父さんや母さんの形見みたいな気持ちがなくはないけど、この剣が本当に巨神の剣で伝説にあるような鬼神を打ち倒したものならば、むしろその秘密を知りたい、そっちの気持ちの方が強いかな。あれだな、きっとお前選ばれたんだよ、モナドに。僕がモナドに？ダンバンさえ持て余した伝説の剣だぜ。そんくらいあったっておかしかね。さ、見張りの続きは俺がする。お前も少し休めよ。うん、そうする。おやすみ、ライン。なんだ？買いたいかい？え？未来。望まない未来を変えたいと願うのは人の常さ。そうだろ？それが定められたものであっても、君は抗うのかい？僕は。今、モナドは君の手にある。モナドは君と共に成長する。真のモナドを見つければ、それは叶うはずさ。真のモナド。シュルク。あ。シュルク。ライン。シェルク。シェルク。ライン。起きたか、シェルク。手を貸してくれ。やるしかねえな。モンスターいっぱい、モンスターいっぱいだな。ごめん、やられてもうた。これあかんな。これはちょっと
レベル上げとかなんとかしてもう一回挑まなきゃダメかな。よし行くか。行くぞラインさんよ。こうもうレベル上げて装備も完璧に整えてきたんで、まあ負けないでしょう。よし行くぜ。行くぜ。オラオラやってしまえ。切って、いけいけ、どんどんいけ、どんどんいけ、オラ崩せ。あ、これいけるな、いけるいける。よし、ありゃ、まずこいつをこいつやってしまえ、こいつやってしまえ。よし、オッケー、次こいつだ、いけ、バックスラッシュ、はっはっはっ。いけるな、いけるな、いけるな、いけ、オラどりゃ、任せた。こっち見ろ、こら、ほら崩してやる。え、崩し、アマビ来た。ほらすぐだ。どうや、こんなもんだぜ。ごめんライン、見ろ装備全然違うだろ。それより随分とうなされてたぜ。うなされていた、僕が。今モナドは君の手にある。モナドは君と共に成長する。真のモナドを見つければそれは叶うはずさ。真のモナドって、それに今の夢は。どうした、さあ先を急ごうぜ。よし、じゃあ行きましょう。あ、また、あ、そうか、結局あの大きいやつまだ出てきてなかったわ。夢じゃない、これはビジョン。お、なんか名付けたな。ラインに伝えるか。いや、でも俺はこれをフレアと名付けた。うん、まあ、そういうことだろ。あれ、こっちだっけ、こっち、あ、待って、なんかある。あ、落とし物発見。あれかな、あ、夜、あ、息子の形見だ。マジか。まあいいや、これはあのクエストなんだよね。うん、息子が旅の途中で亡くなってしまったから、形見の手袋とか鎧とか集めてきてくれって言われて、それです。ん、なんだあれ、なんだこれ。モンスターの乱のかな。マユみたいに鬼神兵の残骸まで取り込んでる。え、ってことは中にモンスターが入ってるのか。うん、きっと雲みたいな。は、まさか。あ、ライン離れて。上から急に、うわあ、あ、ラインまずいぞ。さっきのビジョンが本当ならラインは、さっきのビジョンがな、急いで探さなきゃ。走行してるうちに眉から敵が出てくるパターンでしょ。聴覚感知型は物音に反応して襲ってきます。うるせえ、何が聴覚感知型だ、知ったこっちゃねえ。あー、上に登って鉱石取りたい。またそれは叶わない。卵割れない、うん、来たー。さて、いるのかい。あ、ライン、あ、ライン振りほどいた。あ、これやばいぞ。すごい奴らだぜライン。急がないと、あそこを登れば会えるはず。あそこ、あ、あれツタか。あー、オッケー、急ごう。あ、登れる壁や柱には上下が表示されます。はい、うん、力を感じる、力感じちゃう。敵いっぱいいるな、敵いっぱいいるけど、まあいいや、越えていこう。あ、どこだ、泳いできゃいいのか。敵いるな、でっけえのがいるな、かわしていきたい。よし、オッケーオッケー。
いいぞ。登れる。登れる、登れる。よし、よし。ここ登れば、ラインに会えるはずだ。ライン待ってろ。ライン、どこ行った？ライン、え、大丈夫か？あ、ちょっと、あ、ちょ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 、あ、びっくりした。横移動もできるね、これね。うん、うん、うん、うん。OK？ あっち。あっちか。OK。待て、待て、待て。ライン助けなきゃ。あの、ビジョンが本物になってしまうからな。シェルク、はい。どこだ、シェルク。ここです。ライン、ライン。あ、あ、あ。冗談じゃねえぜ、この数。上に気をつけろ、上に。切ってもキリがねえ。上から来るぞ、敵は。ダメだ、ライン。そっちに逃げた。ライン。シュルク。あ、あ、いる。結局助けられないのか。ライン。あ、あ。わお。お、え。なんだこれ。モナドの力。お、あ、危ねえ。未来が変わった。ライン。やる。待ち伏せとは雲のくせに知恵が回るじゃねえか。やるぜ、シルク。やってやろう。さて、敵いっぱいいるな。敵いっぱいいるな。シールド、シールドアーズを習得した。あ、あ、ビジョンが発動するようになりました。バトル中に訪れる未来の危機をあらかじめ見ることができます。あ、ビジョンタグ。あ、未来に何か起きるかの情報が表示される。ん、分かりづらいな。未来の危機を仲間に教えましょう。ビジョンが現実になるまでの間は仲間の近くで B を押すと未来の危機を教えることができます。はあ、なるほどね。はあ、あ、これ難しいな。あ、見えた、見えた。え、即死じゃん。ダイ、まずいよ。分かったぜ、シルク。え、何？どうする？え？これを使ってた？これで OK だ。これで OK なんだ。モナドの力よ。どうだ？どうだ？シルク。さすがだ。任せて。よし。あ、スパイ、スパイドクイーン。見せてやるよ。行くぜ。崩しちゃう。え、ライン、めっちゃ食らってんじゃん。やべ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 。やれそうだ。モナドシールド。モナドシールド。オッケー。どうだ。ジョーの怒り、ジョーの怒りです。力なのか。どうした？すごいや。俺に任せとけって。どうした？今のなんだ？あ、ちょっと待って。敵、なんか、やばいやばい。やばいやばい。なに、私、動けない。動けないぞ。これ、あ、ビジョン発動した。スパイドクラッシュがラインに。お、死んじゃうじゃん。どうする？あ、ラインに伝えなきゃいけない？いい感じだな。死んじゃうよ。まずいよ。分かったぜ、シュク。どうすんの？よし、あ、違うっぽい。いらねえよ。あ、ちょっと待って。え、逆、え、何、何、え、
シュルクが死んだけど。あれ、なぜ。あ、ビジョン来た。ラインまずいよ。どうすればいいんだい。ワイルドダウン。僕らの手にオーラパー。どうするんだこれ、どうするんだこれ。やられたじゃん。スパイドクラッシュでやられたぞ。ありがとう。モナドでやっちゃう。なんだ、回復したのか。あ、倒した。あ、倒したけど倒れた。心が騒いできた。やられちゃう。倒した。あー、倒した。やっぱすげえな、モナドは。鬼神兵をぶった切るだけじゃなかったんだ。ライン、一つだけ分かったことがあるんだ。え？僕が見る未来は決定された運命なんかじゃない、警告みたいなものなんだと思う。警告？そう。何もしなかったら、何もできなかったらこうなるぞっていう警告。だったら僕はこの力を使って未来を変えてみせる。そうだな。その力をうまく使ったらきっと、きっと喜んでくれるさ、フィオルンも。うん。さあ行こうぜ。巨神の膝まであと少しだ。え？よし、じゃあ今日はこのぐらいにしとこう。お、なんだなんだ、モナドアーツ立ててタレントアーツを防ぎましょう。はははははは。まあいろいろあるんだな。わかったわかった。はい、それじゃあまた次回。バイバイ。